スセスセはドイツを拠点としビジネス顧客向けの Linux 製品を開発、販売するオープンソースソフトウェア他国籍企業である。1992年に創設され企業向けに商用 Linux を販売した初の会社となった。スセはコミュニティ支援でオペンスセを開発しているの主要なスポンサーでもあり、さらにマイクルフォーカスの完全子会社である。 1992年9月2日、ローランド・ディ・ローフ、バーチャード・スタインビールド、ヒューバート・マンテルそしてトーマス・フェアがソフトウェアシステムズ・デベロップメント・コーポレーションを創設した。スセという名前はソフトウェア、ウントシステム・エンビクレオンの当事語である。最初に販売されたリナックス製品はスラックウェアを拡張した Linux ディストリビューションであり、 フロッピーディスク40枚から構成された。SUSE はスラックウェアの創設者であると協力してこのディストリビューションをドイツ語に翻訳した。このディストリビューションの中核部はスラックウェアのままであったが、1996年5月に SUSE はフローリアン LA ロッジにより発表されたをベースとした独自の Linux ディストリビューションをリリーした。1997年、 SUSE はカリフォルニア州オークランドにオフィスをオープンし、1998年にフュールトからニュルンベルクへと本社を移転した。1998年12月に社名が SUSE からスセへと変更され、その翌年にスセは6つの国内支店と4つの国際支店、アメリカ、チェコ、イギリス、イタリアをオープンした。 2002年11月25日にリチャード・ザイ・プットが CEO となった。香港では、スセの製品はトライトッチ・ディストリビューション・リミテッドにより配布される。2003年11月4日、ノベルは2億1、000000US 000ドルで、スセ・リナックス・エジーの買収を発表した。ノベルはネトウやカーネルから移行中であり、この買収をネトウや顧客に対する移行パスとして利用した。 2004年1月13日に買収が完了し、社名が、スセリナックス AG から、スセリナックス GMBH 及びスセリナックスプロダクツ GMBH へと変更され、ノベルの子会社になった。スセリナックスプロダクツ GMBH は、スセリナックス開発への完全な責任があり、マーカスレックスが率いた。移行中に、パートナーと販売組織は両方ともノベルに、 集約された。リチャード・ザイプットがノベル・エメアの CEO となったが、2005年5月9日に退任した。2005年8月にオペンスセコミュニティプロジェクトが開始され、外部のユーザーや開発者にスセリナックスの開発が公開された。スセリナックスエンタープライズは、オペンスセコミュニティを利用して開発されている。 2011年4月27日に、ノベルはにより買収されたが、その新しいオーナーの下でもスセは、独立した会社のままであった。2012年6月、ノベルの所有中に解雇された多くの元スセ技術者が、戻ってきた。2014年11月20日にザ・タッチメイト、グループとマイクロフォーカスとの合併が決定し、マイクロフォーカスは、スセの新しい親会社となった。 2016年11月、マイクルフォーカスが、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、ハップのソフトウェア資産を買収したことに伴い、スセがハップのソフトウェア資産、人材を継承して吸収した。スセは、マイクルフォーカスグループ内における、半自立的なビジネスユニットとして経営されており、元社長である、ニルス・ブラウックマンが CEO 及び、マイクルフォーカスループの重役メンバーに昇格している。 2018年7月、マイクロフォーカスから e ー c t に売却されることが発表。2019年前半には、買収が完了予定。2006年7月にスセリナックスエンタープライズ10プラットフォームが開始され、このプラットフォームは、ほぼ同一のコードベースを搭載したサーバとデスクトップの両方の基盤となった。スセセの主要なサーバリナックスディストリビューションは、 スセリナックスエンタープライズサーバー、スルズである。このディストリビューションは、物理的、仮想的、さらにクラウドによる、ワークロードに適しており、巨大な組織をターゲットとしている。すべてのバージョンが、X86、ARM、X86 から64、Power、IBMS、390と JAS、または、ITENIUM などの多様なプロセッサーアーキテクチャで利用、可能である。 スセリナックスエンタープライズサーバー11よび12の体験版はサイトから利用可能である。スルズは Amazon EC に Microsoft アズレ及び上でオンデマンドまたはブリング・ユア・オン・サブスクリプション、バイアス・イメージの両方で利用可能である。スセリナックスエンタープライズサーバーには各パートナーシップの背景で作成された最適化されたエディションがいくつかある。 これらのエディションは基本となるサーバ製品から開発されている。以下にスセソフトウェア管理及びクラウドツールを挙げる。スセの最初の技術買収は2016年でドイツの IT 企業である IT ノーボームからオパナティック、オープンソースであるセフ及びストレージ管理フレームワークなどのソフトウェア資産を買収した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。